ドニゼッティは、だいたいオペラを78作品、まあ、未完成もあるので、だいたい70ぐらいのね、作品を作っていますけれども、もうその中でも携わった作品の量というのが随分少ないんですよ。今回のこのピーア・デ・トルメが5作品目になるんですけれども、携わったこの作品の印象としては、セリアもブッファもエキサイティングで、そしてこの美しい情景が広がる、そういうなんか作曲家だなというふうに思いますね。これはもうスポーツと少し近いところがあるかもしれませんですね。やっぱりこの歌う体、楽器としていかにその素晴らしい声を作っていってこの作品に応えられるようにするかというところが一番この大事なところでもありまして、それがもうイコールその歌手にとっての健康的ななんか要素がある、やっぱりベルカントを目指すというところはいいですし、そして無理のない発声で歌い続けれるというところが作品の良さではあると思いますね。この初めてこの作品を見た時にギーノという役のその成り行きっていうのがちょっと分からなかったですね。ただこの舞台が1260年ということでですね、この時代のヨーロッパっていうのが混沌とした時代で、しかも政治絡みのところでの恋ということで、現代で考えるそういう恋愛事情とはおそらく違いますし、例えばベルジズモオペラのこの愛の表現の仕方とかそういったものとは全然違うんだろうという一面と、私が思うのはこのギーノに関してはやはり恋は盲目というかですね、この個人的には素晴らしい時間、まあ酸いも甘いもあるかもしれませんけども、自分の中での素晴らしい時間っていうのがありましても、気づけば周囲に非常に迷惑をかけるということが、これは現代でもあると思うんですよね。だからそういうところが一連のねギーノを見ていく上でのまあ一つの視点であるんじゃないかなというふうに思います。自分の中では恐怖の215ページって読んでいますけれども、手紙を送ってきた人がギーノは愛人だと思っていたわけですよね。でそれがピーアの弟のロドリーゴだと分かった瞬間、それが楽譜の215ページなんですよ。心苦しくもピーアが私の弟だったんですよと打ち明けるわけです。オペラの一つの作品の中では大きな重要なポイントになるので、この印象的なワンが来てもいいと思うんですけれども、もしかしたらそのギーノが愛人じゃなかったっていうことにほっとしてるんじゃないかなというふうな、そういう印象を受けるわけですね。だけど自分のせいでこの年炉ピーアのご主人様を怒らせてしまってるわけですよね。私だったらしまった、嘘の情報を与えてしまったっていうふうに頭がいくんですけれども、その後ギーノはですね、コルピットと書きもあるんですけども、その後ちょっと考えるんですよ。頭を下げてどちら側につくか考えている人のような感じで少し黙るみたいなと書きがまたあるんですね。その考えるっていうのがそのたったの一小節ぐらい、一小節ちょっとでもうすぐ答えを出して、オーディミーオピアっていうふうに聞きなさいと。でその出した答えがですね、私を取るかあなた死を取るかどっちかあなたが選んでくださいってね、そういう方向に行くというのが、最初にピアが私の弟なんですって言ったところが、なんかギーノの中でいろいろな天秤があると思うんですね。その嘘か本当か、で年齢を取るのかピアを取るのか、そして自分のやった行動に対する責任はどうなのかって、いろんな天秤がある中で出した答えがそれ、しかもその弟だったっていうことを使ってギーノが作戦をこうずっとやり始めるという、215ページすごい怖いなと思って、恐怖の215ページと呼んでいます。愛しているがゆえに、あるいは愛しているのにこのピーアを死に追いやったこのギーノという役柄は非常に心苦しいというところは演じていてありますけれども、この作品全体を通して素晴らしい素敵な作品でございますので、ぜひ日生劇場に足をお運びいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。